はい、オズマンドマジック TV オズちゃんをご覧の皆様こんにちは、オズマンドのリオです。高橋拓海です。そしてマジシャンの小川修斗です。よろしくお願いします。イエイ。今日はね、はい、煽りに煽ってますから、はい、ツイッターなんかでね、はい、重大発表がありますと言ってます、うん、そのね重大発表をもうねここで発表してしまおうかな、はい、発表していただいてしまおうかなと思っております。まあ、実はねソーシャルメディア上でも僕が独り言のようにつぶやきながら、お話ししてましたけれども、日本で改めて、正式なマジックのクラブを立ち上げようということで、うん、ずっと動いてましたが、ついにそれが実現しまして正式発表として、立ち上げることとなりました。名前がザ・マジック・アカデミー・オブ・東京ということで、通称 MAT ですね。 MAT、はい、ですけれども、はい、まあ、僕はマジックキャッスルというね、アメリカのアカデミー・オブ・マジカル・アーツというところの、まあ、理事をやってるんですけれども、やはり非常に世界的に有名なプライベートクラブであり、うん、その素晴らしい団体なんですけれども、それをやはりね、まあ、ちょっと見本にしているところもあるんですが、日本の中になかなかね活動的なクラブっていうのが僕の海外にいる人間からするとやっぱり部分部分で強いのはあっても、やっぱりジェネラルにいろんなことができるところが見えなかったので、まあ、日本で作りたいなと思ってたんですが、うん、ついにそれを、実現することに、すごい、はい、なりました。で、まあ、もちろん僕はここに至るまでちょうどねパンデミックが始まったところからさまざまソーシャルメディアに入っていろんな方と仲良くさせていただく中で、マジックのアマチュアの方たち、それからまあプロの方たち、それからファンの人たち、でその中でもちろんジュニアの人たちとこういたんですけど、どっかのきっかけからジュニアの会みたいなものを始めまして、うんうん、そこでまあいろんな人と交流を図ったんですけど、はい、まあ、それをまあ応援したいなと思ってて、でそれからあとはねクラブみたいなものはないなって話をしてた時に、まあ、じゃあ実際にちゃんとクラブとして立ち上げて、でその中でもちろん僕は全力でいろんな人たちとマジックを共有していければなということで、この会を作る形になったんですけれども、はい、ジュニア専用のクラブになるんですか、これは。いやそうではなくて、まあ、ジュニア、僕はジュニアには力を入れたいといつも思ってたんですけれども、うん、マジックのいいところって年齢が関係ないんですよね。本当に 5歳6歳7歳ぐらいの子から本当80歳90歳の先輩方まで一緒に同じマジックを楽しめるので、このクラブはやはりそういう人たちもうプロだけでもないし、アマチュアだけでもないし、ファンだけでもないし、年齢層も別に若いだけでないし、全てを混ぜてそれぞれの、まあ、分かりやすく言うとマジシャンたち、それからそれを応援するアソシエイトのような、ね、そのサポートする、またマジックをエンジョイするファンの人たち、それからジュニアの人たちと、こういう人たちをこう全てが交流が図れるような場所にしたいなというような希望を持っています。はい、すごいですね。いつかやっぱり世界規模 なんかコンベンションとかできたらいいですね。そうですね、それは今もう海外が近くなりましたし、はい、であと実際のライブとそれからあとはデジタルというものがどん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 ミックスになってきて、デジタルの比率も上がってきているので、とにかく海外とつながる率がこれから増えるんじゃないかと思います。だから僕もできる限りいろんな僕の持ってる、ね、友人関係やコネクションを利用して、うん、日本の人たちにも、それから逆に海外の人たちにも日本のマジシャンをこうつなげる役割が僕はできればなとは思っています。はい、じゃあですね、今回このクラブ創設にあたって、はい、ね、理事として力を貸してくれる、はい、ご尽力いただくですね、はい、メンバーの方々をちょっと紹介させていただきたいなと思うんですが、はい、はい、ですか。まずね、桂川新平さん出ますか。出てますか。そして、続いてフォンタザ・スミスさん。お、続きましてベン・ダガーズさん、ね、そうなるともうね分かると思いますけども、アルスさんです。おお、すごい。どうですかこのメンバー。すごいですね。もうみんなリスペクトしてる大御所ばかりじゃないですか、うん、こんな団体ないですね他にね。マジシャンであれば誰でもがこうリスペクトするようなマジシャンたちがね、顔を揃えてくれました。そしてね、今回なんと皆さんからメッセージをいただいてますので、素晴らしい。まあ、本当はね、できればまあみんな集まってねここでこう発表しましょう、並んで発表できるだけのね、そうなんですよ、コミュニケーションが取れてるんですが、今この状況なので、まあ、映像で
という感じですよね。このコロナのせいでね、はい、本当だったらもうみんなでこう並んでひな壇かなんかに並んでですね、記者会見でもやりたかったんですけども、うん、まあこういう状況なんでね、あのメッセージをいただいておりますので、それではね、まずポンタさん、ベンさん、アルさんからメッセージをいただいておりますので、それでは動画をどうぞ。皆さんこんにちは。 Magic Academy of Tokyo、 英語で言ったら結構かっこいい、かっこいいですね、うん、Magic Academy of Tokyo 大阪支部のベンダガスです。ポンタジャスミスです。アルスです。支部大阪支部、東京の大阪支部、まあ、東京ってついてますけれども、ローカルクラブではなくて全国的に展開していきますし、もっと言うとまあ国際的ですよね、うん、完全に国際的にビッグネームがね、うん、理事として名を連ねておりますね。うん、すごいですよ。言っていいのかな、まあ、僕の神様であるデビッド・ウィリアムソンも入ってます。もう彼がいたらねリスト見て結構ビビったね震え上がってますけれども、でどういった活動になるんですかね。活動内容は今話してた段階ではレクチャーですとか、あと多分一番メインとなるのが多分コンテスト、うん、コンテスト、うん、でまとまったらコンベンションね。それできたらいいですね、うん、まあそういったさまざまな活動を通して日本のマジック文化の発展にねつながればという感じの活動ですね、うん、そこに我々も可能な限り、うん、不可能あ、まあ不可能ですね。マジックだからね、まあ、インポッシブルですからね。まあ、本当に全力で、協力していければと思ってます。うん、では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポンタさんなんて、この後ね、発表するはずの重大発表を先に発表しちゃってますからね。なんか言っちゃったんですか？言っちゃってますね、これね。まあでもまあ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 、まあ、わかりました。聞いてないことにしてね。僕はまあ今聞いてないんで大丈夫ですね、はいはいはい、そうすると聞こえてなかったんで大丈夫です、うん、はい、じゃあもう続いて桂川さんからもメッセージいただいてます、ね、これね僕真剣に聞きたいんだけど、はい、この部屋から出てもいいから聞きたいんですけどね、はいはいはい、もうちょっとこうやって聞いていただいていいの。聞きます、じゃあ参りましょう、はい、はい、桂川新平さんからのメッセージどうぞ。オズチャンネルをご覧の皆さん、桂川新平です、マジックアカデミーオブ東京、今回こういった会が立ち上がりまして本当に嬉しく思っています。私も全力で応援していきたいと思います。楽しみですよね。まずですね、若い方々、これからのこの令和の時代を駆け抜けていく方々、たくさんこういい人が育ってほしいですね。素晴らしいマジシャンが、これが一番の思いです。我々の世代にはない新しい感覚を持っている人たち、そういった中から素晴らしいマジシャンが出てきてほしいなと本当に思います。よくですね、世界で素晴らしいと思ったマジシャンって誰ですかって3人挙げてくださいって言われるようなことあるんですけどもですね、私なかなか、絞れず、好きなマジシャンいっぱいいるもんですからね、世界中に素晴らしいマジシャンいますが、共通していることならね、一つだけ言えるんですよ。素晴らしい、本当にこれは好みですよ、私の大好きな素晴らしいと思うマジシャンに共通して言えることがですね、マジックに対する愛があるという、マジックに対する愛があるという人たちです。でこれはですね、一方的な愛ではなくて、こう奪い取るような、例えばこう自分の欲望を満たすような愛でもなくて、また、片思いの愛でもなくて、本当にそのマジックをこう大事にして大切に愛しているということが分かるマジシャン、そうするとですね、不思議なもんで、そのこの人に演じられてこのマジックも幸せだろうなっていうような、そんなしっくりくるものを自然に感じるんですよね。そんなマジシャン私大好きなんですけども、そういったこのマジックっていうものを大切にできる、愛せるという、素晴らしいマジシャンがこの若い世代の人たちの中からたくさん出てきてくれたらなと思います。そうしたらこの日本のこの先のマジック本当に明るいものになるんじゃないかなっていう、盛り上がっていくんじゃないかなと思います。はい、それでは他の理事の皆さんと一緒に、盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。というね、素
すごいメッセージですね。いや、熱いですよね、桂川さん。こんなに情熱的なメッセージいただいてるとは、本当に。もう事前に見せてください。驚きをね、こう大事にしたいなと思っちゃった。すごいな。桂川さん自身がマジックに対する情熱愛情に満ちてますよね。はい、本当にね、まあ、でもすごく今の言葉が皆さんに伝わってるんじゃないかなと思いますけども、うん、すごいメンツですね。はい、一方でね、大阪のお三方はなんかちょっとなんとなくこう緩い感じで、ね、でもね、僕ポンダさんもね、アルさんもベンさんもよく存じ上げてるんですけど、みんな中身むちゃくちゃ真面目なんですよ。むちゃくちゃ真面目なのに、トーンがいつも面白いタイミングとかを作るんですよ。あれどうなんですかね、あれ、ベンさんなんか大阪で生まれたわけじゃないですよね、絶対ね。なんとなく大阪人っぽくなってるのはどういうことなんですかね、あれね。まあ、付き合ってるメンツがそうだからじゃないかと思うんですけど、でもはい、まあ、全員にやっぱり僕も含めてですけど、共通しているのはマジックというものを大事にしていること、それからあとはマジックを通じて人生を豊かにしたりとか、あとはマジックの将来をすごく真剣に考えて日々生きている人たちだなというのが印象にあります。なのですごくね、安心して任せられるし、マジックの技術や経験、それから人とのコネクションや、それからまあそのモラルも含めて、やっぱりなかなか立派なものを持っています。はい、あとまあ年齢的にね、こういうのの団体の上になるにして、ちょっとまだ若い世代に入るのかなと。特に他にも大先輩もいますし、その方いるんですけども、それでもまあ一番行動力もあって、なおかつある程度人生の経験も持ってる、ちょうどいい年齢じゃないかなと思うので、うん、近い層が案外今揃ってる感じだと思います。はい、はい、でもやっぱりもう皆さん熱いというか、うん、本当にマジックに対する情熱愛情が本当に深い人たちだなと思ったので、はい、この人たちだったら本当に信頼できると、はいね、素晴らしいメンバーに揃ったなと思ってます、はいね、はい、ところが、はい、これだけじゃないんですよ、メンバーは。おマジックアカデミーオブ東京 の、まあ、その趣旨にはですね、はい、まあ、若手育成とか、はい、マジシャン同士の交流とかいろいろあるんですけども、はい、大きな柱の一つにですね、はい、世界中のマジシャンとの交流というのがあります。はい、はい、そうですね。なので、はい、なんとですね、はい、世界中からマジシャンがですね、協力を申し出てくれてるんです。すごい、はい、ですね。まだ誰も知らないと思いますが、はい、それでは発表します。はい、いいですか。はい、まずアメリカです、はい、USA から、はい、デビッド・ウィリアムソンさん。おすごい、すごいじゃないですか。すごい、今驚愕してると思いますよ、皆さん。はい、ですね、もうウィリアムソンさんって言ったら、もう10代後半から、うん、まあ、20代ぐらいの時にもすごい有名になられた方で、うん、もう今50代後半だと思うんですよ。で、まあ、世界中で知られてるマジシャンで、おそらくは僕も含めて日本の今のトップクラスのマジシャンたちが、うん、その時代、僕らが10代とか20代ぐらいの時に、うん、やっぱウィリアムソンさんすごいよね、ウィリアムソンすごいよね、うん、みんなが誰もがあの人になりたいというふうに憧れたようなマジシャンです。だからカリスマ的ですし、技術もすごいですし、うん、その技術をさらに包み込むような、そのパフォーマンス能力というか、うん、お客さんを包み込む能力もすごいですし、うん、あとはちゃめちゃさもすごくて、うん、で、まあ、とにかくトップレベルのパフォーマーでありマジシャンですね、うん、ちょうど今これからまだすごくいいんじゃないかと思います、うん、はい、ラスベガスでもショーをやってらっしゃいましたし、パンデミックの前までやってらっしゃいましたし、世界中イリュージョニストのツアーでもあったりとかもしてました。うーん、イリュージョニストもやられてたんですか。はい、やってました、やってました。はい、ポンタさんは、ね、神だって言ってましたからね。うん、そう、神だって。いや、もうそのぐらいの言葉を言っても本当にいいんじゃないかと思うぐらいで、うん、僕がお会いしたのは、まあ、何度もお会いしてるんですけど、印象的なのは2009年 の、 マジックのオリンピック、フィズムワールドチャンピオンシップマジックが、うん、行われたんですね、うん、中国の北京で行われたんですけど、その時司会進行だったんですよ、うん、で僕はゲストパフォーマーでヘンリー・エヴァンさんもいて、はい、でもうデビッドさんって楽しくて技術もあって面白くてっていう印象なんですけど、司会進行で打ち合わせの時に来た時に、シュートテーブルはどこにする、うん、で僕は会場に合わせて演技できるから、別にカーテンの後ろでも前でもどっちでもいいけど、まあ、もしその前の演者が後ろだから後ろでもいいよって言ったら、必要だったら前に絶対動かすから、一番君がやりやすい場所行ってくれて、そういう風にできるよ、俺がするから、はっきり言ってくれて、こんな真剣に説明、こんなね、若造に対して言ってくれると思わなくて、その当初で、じゃあこの位置でったら分かったから、で、まあ、今日も実は今朝話してたんですよ、ちょっと電話で、でその時にもいろんな時のエピソードの話をしてくれて、でもやっぱりすごく強い意志を持ちながらも楽しいパフォーマンスをできて、もうなんか
実はポンタさんが中国のツアー一緒にされてるんですよ。で、デビッドさんがさまざまなアドバイスをして、ポンタさんの演技はそのやっぱりツアー中最も素晴らしい演技になったというふうに、ウィルムソンさんが言葉で言ってたんですよね。だからポンタによろしくって言ったら、ポンタによろしくって言ってました。ポンタさんによろしく。ポンタさんよろしくと、はい、デビッド・ウィルムソンさんが言ってたということですね。はい、すごい人間力のあるマジシャンです。そしてなんとですね、はい、デビッド・ウィルムソンさんだけじゃないんです。はい、まだまだいます。彼らは要するにインターナショナル、まあ、例えばサポーティブボードメンバーとか、はい、インターナショナルボードメンバーとか名前を決めてましたよね。はい、インターナショナルボードメンバー。ボードメンバー。ボードメンバー。はい。はい。はい、まあ、日本的に言ったら国際理事みたいな感じですかね。はい、そうですね。として、関わってくださるということなので、はい、それではね、紹介しますね。間違うといけないので、ちょっとカンペ見ながらいきます。継承略でいきます。はい。はい。USA からもう一方。はい。これ、ケビン・ジェームス。ケビン・ジェームス。続いてアルゼンチンからはヘンリー・エヴァンス、そしてスペインからはですねハビー・ベニテス、ハビーさんね、ですよ。そしてオーストラリアからはサイモン・コロネル、サイモンです。そしてカナダからはですねクリストファー・ハト、クリストファー、クリストファーね、すごい、すごい。そしてねあともう一方、なんとですね、はい、特別顧問としてはいレナート・グリーンさんの就任が決定しています。特別顧問、はい、すごい、いやすごいですね、すごいメンバーですねこれね。そうですね、ちょっと一人ずつなちょっと解説というかそうですね、だから、まあ、ケビン・ジェームスちょっと言わせてください。僕、はい、ポンダさんにとってそのデビッド・ウィリアムソンさんが神だって言ったじゃないですか、はい、僕にとってはねケビン・ジェームス神みたいな感じなんですよね。うん、もう本当にそのマジックをやる上です最も影響を受けたマジシャンって言ってもいいんじゃないかな。あともっと言ったら日本にいる営業マジシャンのほとんどがケビン・ジェームスの影響を受けてると思うんですよ。うん、確かに、はい、うん、みんなねマジック営業マジックって言ってパッと思い浮かぶのがこうボーリングのねマジックとか、はい、あとはなんだろう雪をこう出したりとかっていう、はい、なんかこうイメージあるじゃないですか。それバラが浮いたりとか、ね、はいはいはい、バラが浮いたりとかね、はい、それ全部ケビン・ジェームスですから。そうですね、うん、だから営業してるマジシャンたちがみんな本当分かってやってるのかっていう思うぐらいですけどもみんなケビンに感謝しなきゃいけない、うん、そう思います、ね、本当に、うん、マジック業界に本当にすごい影響を与えてる、うん、ね、今でも現役でパフォーマンスもされてますし、はい、まあ、今ちょっとパンデミックでねのんびりされてますけども、イリュージョニストでツアーされたりとか、まあ、やっぱ活発ですよね本当に、もう多彩なマジシャンだと思います。本当に不思議でね斬新な、ね、うん、マジックをされる方なんでね、はい、ウルトラマジックフェスにも、はい、出演されましたよね。うん、まあ、今ね視聴している方々はですねウルトラフェスの後にオズマンドをご覧になっている方も結構多いので、本当はねケビン・ジェームズのショーとかまたねいつか見せてあげたいなって思ってますよね。そうですね、うんうん、夢のようなショーまた見せたいですね、うん、はい、はい、あとはヘンリー・エヴァンス、はい、ヘンリー・エヴァンス、さっきねちょっと前半で話をしてましたけどね、うん、やはりアルゼンチンのマジシャンで世界的に動いてるマジシャンですよね、はい、で作るという作品を作ったりギミックアイデアを作るのも強いですしパフォーマンス能力も長けていてソーシャルスキルも非常に高いと、うん、で技術力もあってで一番まあちょっと話でピンとくるかどうか分かんないんですけども彼はどこででもマジックやってたら必ず何ネタかすぐできるっていう必ずどこでもできる、はいはい、こういう発想をマジシャンはどこでもできるべきだっていうのを常に意識してる人って珍しくて、すごい真夏の国でもなんか T シャツの上にジャケット必ず着てるし、もうその中にいろんなものが入ってるわけですけど、うん、パフォーマンス能力がすごいですよね、はい、なので素晴らしいマジシャンだと思います。続いてはじゃあハビー・ベニテス、はい、ね、マジック業界に大きな影響を残して亡くなったアスカニオさんという方がいらっしゃいますけど、その最後の弟子と言われてます、はい、最近ではねペン&テラーのフルアスでペンとテラーを驚かせるマジックを1回に限らないで何回もやってるんですね、うんうん、で番組から連絡が来てまた何か送ってくれって言ってまた送ると向こうがびっくりして もっと送れみたいな感じですごいマジックの質がすごく高くて、やはりラテン系の人ですけどヘンリーさんと同様にパフォーマンス能力に長けていて、はい、うん、一緒に並んでると僕が暗く見えるというか影になってしまう感じです。
本当に目立ちすぎて、もう本当に、ね、周りの人を和ませて、もう巻き込む力が、明るいですもんね。明るいですね。でもやっぱり技術の裏付けがしっかりしてるので、まあヘンリーさんとハビさんに関しては僕前から連絡をちょっと取ってて、これの今やる前にやっていたそのジュニア会みたいなのも、実は今日もちょっとやってたんですけど、若い子たちが集まるところに参加してね、ちょっとアドバイスもらおうかなと思ったぐらいに知識がすごくしっかりしてるんですよね。なのでまあ近い将来必ず彼らはセッションに参加したりとか、またレクチャーを開いてもらったりとか、そういうのにも協力してもらうとは思うんです。楽しみです ね。そして相方のサイモン・コローネ、相方そうですね、相方の、はいはい、サイモンさん、オーストラリアのマジシャンですね。すごく頭のいいマジシャンですね。であとやはりやっぱりマジック業界とかを関係なく自分なりの理念というか信念を持っているので、はい、やっぱりもともとマジシャン畑の人間じゃなくて、コンピューターエンジニアで、しかも相当有名な会社で勤めたらしいんですよ。で10年前にプロに転向をして、でその後に、全部の収入をもう投げ打って、でもマジシャンだけみたいな形で、はい、で拠点をアメリカに移して、で結局まあオーストラリアとアメリカをこう行き来してるんですけど、それで世界中を回って、で彼は言ったのはフィズム、そのマジックのオリンピック、フィズムワールドチャンピオンシップ、ワールドチャンピオンシップマジックで、賞を受賞を何回かしてるんですけど、賞を受賞するときにものすごく計算づくで受賞するんですよ。こういうケースは今までないからやるとか、こういうふうにやればびっくりするからとか、でこういうテーマのものをアプローチした人がないから、ちょっと特別なありえない、よくあるじゃないですか、五円玉に槍が刺さってる、ありえない、木の槍が刺さってる、絶対抜けない、あんじゃないですか、ああいう類のものじゃないですけど、ありえないオブジェクトを使ったマジックを考えて演じたりとかして、ショータリー、でもそれ全部ね、こうやれば計算できるとか全部やって、やっぱりプログラムして持っていくということで、まあ、非常に、あとね、案外知らないんですけどね、すごい友達仲間思い、すごい友達をケアするのが上手で、一緒にいると楽しくなるような、ラテンでもないのにね、すごく面白い人です、ぜひともね、若手たちに会ってほしい人ですね、はいはい、楽しみですね、はい、そしてクリストファーハートと、クリストファーハート、クリストファーと僕はすごく今近しくてですね、マジックキャッスルの今ジュニアプログラムを僕とクリストファーさんというのは一応ガイドしてるんですね、マジックキャッスルの理事なので理事としてジュニアを応援してるんですけど、クリストファーさんはジュニアプログラムから大人になって今の地位まで上り詰めてる人なので、もともとはジュニアプログラム上がりなんですよ、はい、なのでそのジュニアの気持ちも分かるし、それからあとはそこからどうやってプロになったか、ジュニアだったクリストファーハートってイメージできないんですけどね背は高かったんでしょうね、やっぱり最初から、ね、まあそうですね、そうじゃないかと思いますけど、で昔からやっぱりそういうの歴史をもう知っている人なので、やっぱり情熱的ですよ、やっぱりすごく熱いので、なので僕もすぐ連絡を入れてこういうね会を作るんだけど、作る際には日本の若たちを、でみんな、まあ、いろんな言い方したんですよ、僕は。例えばサポーティブメンバーとか、サポーティブボードメンバーとか、インターナショナルボードメンバーとか、いろいろ呼び方があるけど、結局は日本のマジック業界をもっと、ね、世界とつなげて、マジック業界全体を持ち上げるためのクラブなので、英語で言うメンターになってくれと、つまりマジックを教えるためではなくて、例えばレクチャーをするためではなくて、このマジックのグループをより大きく育てていくための協力者になってくれということで、ボードメンバーを協力してもらう形にしました、はい、なので快く、もうすぐにもちろんです、喜んでということでありがたいですね、はい、そしてね、そして大御所のレナート、レナートさん、レナートさん、ね、僕にとっての神ですからね、神、そうですよね、もう神しかいないですよ、神しかいない、神だらけ、神だらけですよ、神だらけですよね、神だらけですよ、この特別顧問になってくださいってお願いした時に、もう即答でもちろん光栄だよって言ってくれたんです、ちゃんと内容分かってって教えて、もちろんなんでそんなツッコミでやるんですか、リナートさんって面白いとこあるからちょっと今いい話なのに分かってないおじさんみたいな扱いしないでください、大丈夫です、ちゃんとピーターも通してピーターに伝えて、ピーターもそれをちゃんとスウェーデン語でリナートさんにこういろいろそこがないようにちゃんとねやってますから、はい、まあ、日本に来ていただいた時もレナートさんで、何回かねここでイベントもやらせてもらってるんですよ、実際に来ていただいて、でオズマンドにはですねもう神の象徴としてこうレナートさんの手形がこう置いてあったりとかね、はい、してますんで、本当にね、オズマンドにはゆかりの深い、ね、本当に神のごとき存在なんですけども、
そうこういうふうにでも考えてみると今回このね、インターナショナルボードというボードメンバーの人たちって、うんうん、結構もうパッとすぐもちろんって即答してくれる人だけでしたよね、はい、あのケビンさんもそうですし、はい、ウィリアムソンさんも今朝話した時に、うん、あの今日まあこのねあの番組で写真出して紹介したけど大丈夫だよねって言ったらば、うん、あの I'm so honored って言って要するに本当に光栄なことだと、うん、こういうマジック業界をあの、ね、よくしていくマジック団体を応援する、ね、あのメンバーとして紹介するのすごく嬉しいって、うん、ちゃんとそれをね、うん、あの光栄だと言ってくれるような人たちですから、うん、あのそういう意味ではあの本当に嬉しい、ここで発表できるのはすごく嬉しいと思います、はいはい、こうやってね、まあ、デビッド・ウィリアムソンさんだけはあの、はい、まだオズマンド出演されたこと多分ないと思うんですけど、あのそれ以外の理事の方レナートさんも含めてですね、はい、皆さんあのオズマンドのスペシャルイベントだとかあるいはウルトラフェスだとかにあの出演された方々なんですよね。だからもうこのオズマンドの、まあ、歴史にすごくこう関係の深いはい、方がねあの揃ってくれたと思います。代表をね、はい、ちょっと紹介させていただければと思います。はい、いいですか。はい、はい、では、ザ、ね、マジックアカデミーオブ東京、はい、代表理事の周東小川さんです。では周東さん、はいはい、代表理事として一言お願いできますでしょうか。はい、わかりました、はい、あのまあ、カメラ目線でお願いします、ね、はい、代表理事ということをね、まあ、あのまあ、実はこの僕は全く意識しないでね、いろんな方たちをつなぎながらまたこれからどういうことができるかと考えながら相談しながら今日この日まで至っているわけなんですけれども、まあ、1週間ぐらい2週間ぐらい前ぐらいから、まあ、そのやはり代表というなる人が必要でしょうと。で、もともと僕はあの皆さんから見るとパフォーマンスをしているので常に人の前に立って一番でリードして、ね、世界を引っ張ってというふうなイメージがあるかもしれないですけど、案外あのシャイであの後ろで支えている方が好きな人間なんです、本質的には。ただ、人にはできることがそれぞれあって得意なものがあって、で僕が得意なことやそれからすべきことってのはあると思うんですけども、まあ、こういうクラブを、ね、出すときに僕も言い出しっぺのというかね、言い出した人間の一人であり、いろんな人に声をかけたのもあの始まりは僕だったので、あのこれやるそういう話をちょっとだけ振られたときにあのノーという理由がなかったんです、うん、であのイエスの方がもちろん強かったんですけど、でもこういうのって僕がやります、または誰か一人が言ったからやりますというものではなくて、やはりあの参加してくれる人たちが納得してくれない限りは僕は嫌ですということを説明をさせていただいて、であのいろんな方たちに連絡を取っていただいて、はい、まあ、ポンタさんとかね、アルさんとか、はい、ベンさんとか、それで皆さんがあの前回一致でね一致していただいて、シュートさんにお願いしたいと、はい、なりました、はいはい、ということなので、あの改めてじゃ あの私でできることならばということで受けさせていただく形になりました、はい、マジックというもの と、人生で出会うって結構ラッキーで素晴らしいことだと僕は思います。でここに今前にいる3人だけじゃなくて、このマジックに関連してここで出会ってる人、アマチュアの方、プロの方、僕プロアマの線引きはあんまりなくて、マジックと出会った人たちっていうのはマジックでできればあの気持ちが人生が豊かになってくれればと思ってます。であの僕の世界中の友人たち、著名な人たちも含めて、純粋にマジックであのマジックと出会ってよかったと思ってる人ばっかりだと思うんですよ。なのでこの人たちがよりあの良かったと思える場所をこれから作っていきます。先ほども言ったようにプロアマーだけでなく、あの大人子供だけでなく、男性女性だけでなく、とにかくありとあらゆる人たちが楽しめるのがマジックなので、このマジックを通じて自分、それから自分の周りの友達たち、そして世界の人たちが幸せになる、まあ、幸せって言葉を使ってちょっとね怪しい感じするんですけどあのハッピーになる、うん、そして将来に希望や夢が持てるような、ことをしていきたいと思っています。まだ力がね及ばないところもありますけれども、皆さんの協力で頑張りますので、これからよろしくお願いいたします。はい、ということでね、なんでそれ高いよう言わなければいいのに今後はね、詳しい、活動内容とかね、はい、あと入会の方法とか、はい、あそういったシステムをね、はい、逐次発表していきますので、はい、
入会にはオーディションが必要なんですか？そうですね、ここで少し話しちゃってもいいんですね。はいですよ、もちろん。一応、いくつかの要素があって僕は口に出して結構ね周りの人にも言ってたんですけれども、マジックギャスリーに習ってアカデミーオブマジカルアートに習ってではないんですけれども、オーディションがあるべきであろうと、でオーディションといってもすごいもう超一流というんではなくて、マジックをちゃんと大切にしている、それからマジックを人に見せた時に種をねないがしろにしなかったり、演じる相手の時間を大切にするようなレベルがあれば、僕はオーディションとしてはいいスタンダードのラインが取れてると思うんですね。なのでオーディションをすることというのはメインの目的はお金とかではなくて、多分オーディションなしではなくて、やはり何かハードルがあってそれを一歩踏み込んで大切にしたいと、こう前に出てくれる人がメンバーになると、そのクラブ自体を大事にしてくれる、マジック自体を大事にしてくれる、で誇りに思ってくれるんじゃないかと思ってオーディションというものを作るべきではないかと相談させてもらいました。確かに割と分かりますもんね、マジック見ると、こう上手い下手もあるけど、この人マジック好きなのかなとか、マジック愛してるのかなっていうのは割と見れば分かりますよね。分かります、箱開けた瞬間分かりますよ、箱開けた瞬間分かります、箱開けた瞬間分かります、いや怖いな。いや僕だけじゃないです、キャスルで僕ジャッジしてましたけど、ジャッジしてた人たちみんな言うのがケース持った瞬間分かるって、もう開ければ分かるし、あと開けた後にカード出して、この端これで分かりますよね、どのぐらいやってるか、もうカットした瞬間にあもういいからって言いたくなります、もうあなたはもう十分パスしてるから。でそのぐらい僕らだってね、バカじゃなくてやっぱこれに情熱を注いでるので、相手がどのぐらいそれを対戦してるかは分かります、なので、人をジャッジするっていうと嫌な言い方なので、あくまでそのマジックを対戦してるかお互いが分かり合えるためにオーディションがあるべきであろうと、それから会費ももちろん最低限のものを運営するためにはお金が必要だし、いいサービスを提供するためには最低限のラインは守らなければいけないので、それももちろんあります。あとそれからどうやったらベネフィット特典が得られるのかも考えてまして、今はこのパンデミックの中で日本中のマジシャンたちと逆に交流が図れました。思いのほか東京以外にもいろんなところにマジックをしたい人たちっているんです、で今大阪のね人たちとも仲良くなったり、いろんなところの人と仲良くなってるんですけど、その人たちがやはりコミュニケーションを取るためにこれからも日本全体世界全体がネットでつながるようなので、オンラインでのセッションとかミーティングが月にやっぱり1回か2回最低あって、それ以外に物理的に月例会を開きたいなというような希望で言ってます、それからマジックの大会を、ね、開きたいなとか、例えばコンベンションがあれば、またねウルトラマジックフェスのようにイベントが開けたらと、これにマジックというものに関係するものっていろいろあるので、まずはこういったものが期待できるんではないかなというのを今ここでお伝えしております。コンベンションやりたいですね。コンベンションやりたいです。コンベンションやりたいですね、でもこれもね面白い話なんですけど、僕やっぱね結構ウィルムさんと毎週話してて、で例えば実際にマジックの月例会やコンベンションやるとしても、今まで以上にバーチャルのものが増えてくるんですよ、バーチャルが1割ではなくて、バーチャルが3割4割5割でライブが5割で、この両方の人たちが楽しめるようになると思うんですけども、これをした時に月例会でもそうなんですけど、ただ単にやってる状況を配信して向こうで見るだけだと、これは月例会に参加してることにはならないと、ユーノさんさんは彼らがするコメントがスクリーンで見れて、ここにいる人たちも彼らのコメントが見れて会話をしている状態、つまりオペレーターが一人いてその人たちを管理するだけではなくて、参加している多分ジュニアの人たち、大人のマジシャンたちが月例会の会場オズマンドでやってる中で、あの人がちょっと今のこれこういうマジックどうですかって言った時にみんなが見れて、それを例えば代表のそのレクチャーをしている人が答えるとか、そういうふうに本当にイントラクティブなそのコミュニケーションが取れる状態で、コンベンション、月例会、そういったものが開ければなという話は、していました、なので面白そうですね、そういうものはこれから期待できる時代だと思います、コンベンションやりたいな、ありがとうございました。とんでもないです、ありがとうございました。ということでね、はい、今日は、MAT のマジックアカデミーオブ東京のですね、お披露目というかね発表させていただいたんですけれども、ちょっとね、もう一つだけ、私たちねちょっと忘れ物というかですね、この新型コロナウイルスの騒動でこう翻弄されてしまって、やり残したことが一つありまして、それの発表もちょっとね、させていただきたいなと思っております、ね、来る8月30日日曜日に、このクロスアップコンテストを開催しようと思っております。コンテスト開催ですか？はい、なるほど。これはじゃあこれはオンラインではなくて実際に
はい、まあ、当初の無観客ということも考えたんですが、パフォーマーの方をそのリモートでっていうことはちょっと考えて今いなくて、その映像を審査するという趣旨ではないので、はい、実際のマジックを、まあ、演じてもらって、まあ、それをコンテストで争っていただくということなので、じゃあライブ、基本的にはその演者の方はライブ、はい、で観客に関しても、まああのまあ、最悪もう本当に無観客ですね。でただ、まあ、全くその観客役もいない中でパフォーマンスするのはマジシャンにとっても非常にストレスですし、それで正しい、はい、あのジャッジができるのかっていうのもちょっと難しいところだと思うので、はい、まあ、何名かは最低限 の、はい、あのお客さん役として何名かと、それからまあジャッジで、行えればと思っています。そうですね、はい、あとはあのやっぱりそのこの素晴らしいメンツですよね、この、はい、今あの映像に出てますけど、この素晴らしい出場者たちのですね、この戦いを、はい、まあ、やっぱり一人でも多くの人に見ていただきたいので、はい、前回の時もまあ告知しておりましたけども、これをですねライブ中継する形で、オズちゃんの方でね、はい、あのなんでやっぱりあの会員の方のみなので、まあ、基本的にマジック知ってる方しか入れない、はい、形になりますので、なるほど、そのオズちゃんの方で会員配信の方で、これをライブ中継して、できるだけ多くの人に見ていただきたいなと思っています。はい、はい、ということです。じゃあ最後にお一方ちょっとだけコメントをいただいて、締めましょうか。高橋さん、うん、はい、はい、そうですね、やっぱりテクニックだけじゃなくて、やっぱりマジックを教えるだけじゃなくて、うん、やっぱり観客から愛されるマジシャンとして皆さん育てていきたいと。すごいな、人間的にも成長されましたね。僕あのレナートさんからいやいやいや違うんですよ。いや ただ の、 あのマジックのお前言うこと聞かないやつかと思ってたら、いやいや違います、僕あのもともとレナートさんからそうやって教わってたんです。あ、もともと僕レナートさんからテクニックを教わったことあんまないですから。あ、そう言ってましたもんね。そうなんです、うん、そうマジシャンは人から愛されないといけないんだっていうのを。素晴らしい、 それは大切ですよね。そうですね、それを広めていけたらと思います。いや、はい、ではシュートさんもさっきね、はい、あのご挨拶いただいたんであれなんですけど、はい、まあ、ちょっとあの、まあ、ちょっと改めて、はい、まあ、一つあの考えてることがやっぱりありまして、はい、あのまあ、僕はジュニアに力を入れている感がちょっとあるんです。それはまあ、うんうん、やっぱりそういうアメリカのジュニアプログラムに携わっていることもあるんですけれども、はい、やっぱり改めてそのもうプロのためだけでもアマチュアのためだけでもファンのためだけでもないので、あのジュニアのためだけでもないので、やはりあのそれぞれのマジックのファンの人たち、あとアマチュアの人たちのマジックの楽しみ方には自由があって、あの すごい自由があっていいと思うんです。でプロの人たちの知識や経験やいろんな話っていうのも価値があると思うので、多分それぞれの人たちの求めているものを、これからもっと聞いていきたいと思うんですよ。ファンの人たちがどういうことをしたいのか、サポーターの人たちがどういうことを求めているのか、でアマチュアの人たちの楽しみ方、プロの人たちの楽しみ方、これをもう一回あの改めてリサーチをしていろんな人の話を聞いて、このクラブによりしっかりと反映できるように頑張っていこうと一応思っていますので、はい、大事なのはコミュニケーションなので、本当にいろいろと、ね、機会があればメッセージをくれたりとかすれば、はい、このクラブはそれを大切にしてくれるような場所だと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、素晴らしい。私からもじゃあ一言いいですか。はい、あのオズマンドというお店はですね、あの私が、まあ、はっきりこれ言ってしまうとマジックキャスに憧れて作ったお店なんですよ。まあ丸分かりだと思いますけども、この展開の様子を見ても丸分かりだと思いますけど、はい、本当にマジックキャスに憧れて憧れて、子供の頃からねずっと憧れ続けた、日本にもねどうしてもそういう場所が欲しいっていうのがあの僕の、まあ、思いなんですよ。でマジックキャスにそのアカデミーオブマジカルアーツがあるように、あのこのオズマンドにもですね、こういうマジックアカデミーオブ東京という、そのなんていうのかな、ただの飲食店ではなくてマジックを愛する人たちのこう集いみたいのがね、あの生まれてくるんだと思うと、もうすごくね感慨深くて、あの胸が熱くなっております。なのでこれがね、僕ねウルトラフェスが終わった後にね、スタッフ、あの古いスタッフたちにね、見たかって言ったんですよ。これが俺がやりたかったことだって言ったんです。その時みたいなね、そのこの回をですね、あの成功させて、本当にこれが俺がやりたかったことなんだってこう、はい、あの言いたいなと思ってますので、皆さんね、どうか今後もお力をお貸しください。よろしくお願いします。
はい、というわけで、おじちゃんのね、一般放送最終回、ご覧いただきましてありがとうございました。またね、おじちゃんの YouTube と簡易放送の方で、また皆さんとお会いしたいと思います。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。